コナミ、こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエースやっていきたいと思います。今日はですね、結構マジな称号チャレンジ4連発やっていこうと思います。4人の選手に称号をつけていくんですが、まあ2人は気楽、2人は気楽チャレンジ、残りの2人は結構ガチチャレンジみたいな感じでやっていこうと思います。じゃあやる順番でね、気楽チャレンジということで、気楽順です。今永選手にまずつけます。まだ称号ついてないので何でも OK です。今ね、キュアイスタミナ同値なんですけど、別にこれは崩れて、ダメだな、スタミナ型になっちゃダメです。はい、キュアイ型はキープしなきゃダメみたいな感じで、じゃなかったらどうしようかな、ちょっとコンボ見て考えます。で、次がデスパイネ選手。デスパイネ選手もなんかまさかの TS に称号つけられるチャレンジなんですけど、なんかね A ランクいっぱい来たんでつけます。なんでもいいです。まあ強化できる系、まあ死者か、まあいい称号がついてくれればいいなって感じです。で、残り2人が結構マジで、2回目なんですよね。前回もやってると思います。秋山選手、今強打者がついてるんで、ミート1パワー1上がってるんですけど、パワーを A にしたいんですよね。80以上にしたいので、まあ、パワーが2以上上がる称号が欲しいですね。はい、まあ、ミートは若干下がってもいいかなって思ってます。まあ、秋山選手の称号かなり重要です。あと、ラストが浅村選手。浅村選手は、ミートパワー同値にしたいです。まあ、ミート型になってもいいのかな。まあ、ミートは A に乗せたいですね、とにかく。はい、まあ、できれば同値にしたいなっていう感じです。じゃあ、この順でね、やっていこうと思います。じゃあ、まず今永選手から。今永選手は気楽チャレンジなんで、極意書はなしでいいかなと思います。このままいきますね。じゃあもう早速やっていきましょう。まあ、そうだね、ラウ称号、まあ、強心臓か勝利の使者がいいです。はい、そんな感じです。はい、見ればよかった。まあいいや。そう、まあ星3星4の称号だったらそれでも嬉しいですけど、あ、いいんじゃないですか、好投手。はい、 OK です、 OK です。さっきの強打者の投手版みたいな感じですね。9位1、請求1上がる称号ということで、9位型キープしたんで OK です。はい、次、あ、よかった。スタミナ型になったらどうしようかと思った。まああんまりね、スタミナが上がる称号ってそんなにないんですけどね。で、次、デスパイネ選手。デスパイネ選手も強心臓か、これですね、スピリッツが上がる系、勝利の使者か強心臓、この2つ狙いでいきましょう。で、これも気楽チャレンジということで、取っておきます。極意書は使わずにやっていこうと思います。じゃあね、次、デスパイネ選手2人目チャレンジいきます。どんどんいきましょうね。はい、どうですか、なしからのいいの来ちゃう、いいの来ちゃう、すご、え、嘘、マジか。来るもんですね。うおー、これミート上がるのありがたいですね。リアタイで使ってもいいかもしれない。うわ、めっちゃいいのつきましたね。びっくりした。 OK です。はい、いいペースですよ。はい、で、ここからが勝負になってきます。秋山選手。秋山選手は、パワーが2以上上がる称号が欲しいので、大砲、ミスターフルスイング、圧倒的パワー、飛ばし屋、稲妻、脅威のスラッガー、バズーカ。まあ、前回ね、そう、前回本1冊で失敗しているので、なので今日は本1冊より増やしてやっていこうかなと思います。まあ、星低いね、称号でもあるんですけど、ちょっと増やしてやっていこうかなと思います。まあ、あるいは死者とか強心臓来たらそっちを優先させます。で、まあ、2冊でいいかな。低い称号でもいいんで、2冊で、こういうまんべんない感じでやっていこうと思います。よし、来てくれ。パワーが2以上上がる称号を狙って、秋山選手、称号チャレンジやっていきましょう。来い。パワー型、パワーへ欲しい。パワーへ、おー、いい。ミートはいいんだよ、ミートは。圧倒的なミート力が確かミートが2上がる称号なので、強打者を残します。しょうがないな。まあ、また引けると思うんで A ランク。そしたらね、またチャレンジします。秋山選手に関しては。じゃあもうラストですね。称号はサクサクできていいですね。ラスト、浅村選手なんですけど、まあ、ミートとパワーの差の1を埋めたい。で、ミートが1低いので、ミート自慢か、切り込み隊長か、スナイパーか、打撃を極めし者かな？よし、少ないですね。頑張りましょう。1、2、3、4、それぞれに1個ずつあるので、頑張りましょう。まあまあまあ、でも、まあ、とりあえずミートを、
A 以上にしたいですね。ミートが少なくとも1上がる称号にしたい。極主義書は1冊でいいかな。1冊でとりあえずやってみましょう。初めての称号今ついてないんで、初チャレンジなんでね。1冊でいきます。お願いします。いや、ミート A は欲しい。ミート A は欲しいよ。欲しい。ん？ん？ ん？ミート型になったぞ。まあ、とりあえずこれつけときましょうか。ちょっとこれコンボどうなってるかな。コンボやばいかもしれない。ちょっと、とりあえず、まさかのミート型にはなったけれども、パワー A 陥落っていう、まあ、ミート A はありがたいんですけどね。まあ、とりあえず、これつけときます。ちょっと後で外すこともできるんで、とりあえずこれつけときましょう。あのね、ちょっとこれね、コンボ的に良くなさそうなんで、結構落ちちゃったので、ちょっと外そうかな。もったいないですけどね。いや、ちょっとパワー型でいてほしいので、ちょっとこれは、ちょっと外します。ちょっと、せっかくつけたんだけどな。まあ、しょうがない。ちょっと、はい。あ、ちなみに、そう、外し方は、この称号、今、称号すって、その上級機の称号ってやって、ここに称号外すっていうのがあるんで、これで外せます。ちょっとこれはね、良くない。今んとこ、今のオーダー的にちょっと他変えられないので、おとなしくパワー型に戻ってもらおうと思います。はい、まあいいよね。まあいいいい、外しちゃう。はいはい、ということで、まあ称号チャレンジはこの辺にします。はい、あ、エンディングをやろうかなと思います。今日久々に選手当てクイズをやっておしまいにしようかなと思います。いきますよ。今からノーマルスカート単発で引いて画面隠すんで、誰が出たかを当ててください。私は寸評を読んだりしてヒントを出したいと思います。いきます。ほんと B ランク来ないな。あ、面白いんじゃないんですかね。読みますね。2017年には届かなかった規定打席をクリア。打率はやや低調も25本塁打を放った。来日3年目はキャリアハイの成績を残したい。今年は来日3年目ということで。わかる？まあ、でもパッ、3年目って言われてパッと浮かぶかっていうとっていう感じですよね。読みますね。3年の延長契約1年目は、序盤に野球人生初の打撃不振。6月24日から3試合連続本塁打を放ったものの、前半戦は OPS 7割0分1厘と大苦戦した。ただ後半戦は右脇腹を痛めて45試合の出場に終わるも、11本塁打 OPS 8割7分7厘と復調し、今季は打率3割3分35本塁打100打点が目標とのことです。ちょっと難しいかもしれないですね。人生、野球人生初の打撃不振って本人が言ったんですかね。これ有名になったのかな。ね、応援歌が好き。個人的には、まあ、流用ですけど、応援歌好きですね。はい。ちょっと、今日はヒント少なめで、このまま正解発表いきたいと思います。じゃあ、いきますよ、正解発表。今日の選手当てクイズ、正解はこの方です。どどん。ロメロ選手でした。はい。応援歌、バルディレス選手が使ってたやつと同じですよね、確かね。あの応援歌好きなんですよね。はい。ということで、いや、これ難しかったんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。ぜひね、分かった方、コメント欄、コメントいただければと思います。ということで、今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回はこの辺で。バイバーイ。おつくみ。